皆さんおはようございます。今ちょうどですね、東京駅に来ました。今から長野に行ってきます。瀬戸内央線始まっていまして、長野県議選行きます。今日もね、投票率をどうやって上げるかって話あります。そもそもこう地域で何が話し合われているのかとか、その中身の話をね、全然されていないと、気分も乗らないでしょうということで、僕は以前取り上げた鎌倉光候補、市議2期やってなぜ県議選なのかという、彼女の選挙戦にちょっと、光を当てたいと思います。お疲れ様です。お疲れ様です。どうですか、女性保守無所属を掲げチャレンジしている県議選2回目ですね。戻ってきました。戻ってきましたけど、私今回違うのが、自分で言ってる演説もそうだけど、結局市政の6年間の経験がいろんなことに生きてると思う。でも、こうしがらみっていうか、その政党の支援とかないから、堀さんにもこうやってね、応援来ていただけるんじゃないですか。はい、ぜひね、ちょっとこうしがらみのない政治っていうのはどういうものなのかってことを伝えたいし、結果でやっぱり証明したいなっていうのが、すごい欲が出てきた。欲が出てきた。いや、トップ当選してやると思って、一応もう本当に本気で息巻いてるんです。本当いや、でも結構いいよね。でもね、あっち、そうそう、やっぱりその政党職をね、取っ払えるっていうのは、はい、逆に強みだっていう。そう、そうだと思います。だから、今回ね、その現職の、まあ、保守系政党の、議員がもう辞めることになったので、そこの支持の人って浮いてるんですよね。だからやっぱりそこをみんな取りっこしたりっていう世界だと思うんですけど、でもこの機会に人を選ぶっていう選択も出てきてる気がしますね。そうか、政党よりも人を選ぶ。そう、だからそこをよく言っていきたいのと、あと忙しい世代が選挙をやるってどういうことなのかってことを、やっぱり今伝えてるところで。ああ、どういうことですか。なんかもうね、今ねチラシ配ってるんですけど、チラシもあのシール貼るんですよ、16,000枚人の手で貼るんですよ。何の不正があります。まもなくのお時間、長野駅前です。公明党代表がここを訪れるということで、駅前かなりの聴衆、支持者の皆さんが集まっています。そしてやはりマスメディアのですね、数が多いですね。代表が来るということで、こちら無所属で戦っている鎌倉候補、こうした組織票と向き合いながら変えていきたいんだということですよね。あ、そうなんですね。同級生。あ、同じクラス。あ、そうかそうか、同じクラス。いやー、圧倒的な動員力を目の前にしながら、この仲間たちに支えられての選挙。一人じゃないなと思って、これ一人でやったらできない、これも絶対できない。ね、気持ちが持っていかれそうになる。そうだなと思います。皆様、今回しばし足をお止めいただき、やっぱりこういう声が届かないとダメなんですよ。だからで、やっぱりね、こう多分支援されてる方々が
いっぱいいると思うんですけど、やっぱ遠くから見てもご年配ですよね、うん、ものすごくあの人たちが負担かかってるんですよ、うん、やっぱりだから負担を減らしていかなきゃいけないし、その負担を減らしてその若い世代がもっと分配できるようにね世界にもしていかなきゃいけないし、それに分断、まあよくね堀さんも分断を生まないという話しますけれども、本当にねなんかそのいろんな人の足の引っ張り合いとか政党ではすごくたくさん見てきたので、そういう世界をやっぱり変えられる力にだったらいいなと思って、やっぱり私も同じ世代の人たちが議員さんでいてくれることで、うんうん、すごい僕たちの世代の、まあ、思いや意見っていうのが、ええ、まあ、県に届きやすくなるのかなっていうところの期待を込めて今回お手伝いをさせていただいて。そうですか、はい、瀬戸副部長、じゃあ本職は美容師で、はい、そうです。今おいくつですか？私も、40になりました。ぴったり40に、はい、ぴったり40です。幅広い議員さんがいてくれることで、うん、幅広くいろんな人にとって、まあ、住みやすい街づくりっていうのができると思っていて、うん、その中でやっぱり議員さんが年齢が上の方たちが割と多いんだなってやっぱりなった時に、こう若い人たちに選挙に行ってほしいっていう思いと、うん、年齢の上の方たちに、まあ、可愛がってもらえるような、うんうん、まあ、議員になってほしいっていうところで今回は、はい、考えてまいります。草刈りが必要な道路がありました。点字ブロックの上に足の高さぐらいまで草が生えていて、ランニングしてて気づいたんですけれども、それ買ってくださいと言ったら若月大通り県道なので、あれ刈るのに3ヶ月かかりました。わずかな草刈り、草の1本刈るだけでも何ヶ月もかかるんですよ。それが市政で解決できないということが、県と一緒にやっていくことがまず必要だなと思いました。もう一つは鎌倉ひかるの母親が癌で亡くなりました。膵臓癌でした。癌を切らずに治して仕事と治療を両立したい、その思いがあるから母のためにここにいる父と私で17個の病院を県外回りました。長野県内では新しい医療を受けられません。切らないでがんを一応抑えたんですけれども、予備的に標準的な医療である体に負担のかかる抗がん剤治療を選択せざるを得なかった。どん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 体の元気を蝕んで母は亡くなってしまいました。長野市民病院にうちの母は最後看取りはそこでしました。市民病院のことは長野市ですので、市政一般質問に関して市議会で医療連携について質問させていただきました。その時に答弁として県との連携が必要です、市政だけではできません、ご理解のほどお願いします、多分本当に苦しい答弁だったと思います。でもね、ご理解なんてできないんですよ、母亡くなってるんですよ。自分が県で連携していかなければできないなら、じゃあ県に行ってやろうと思いました。今回私県議会議員選挙2回目の出馬でございますが、今回選挙は私40歳でございます。40歳は仕事も子育てもいろんな、もう独身の方であっても結婚されている方であってもお子さんがいてもいなくても一番忙しい世代です。選挙やるのにものすごく困ったんですよ。人が集まらない、まず年度末に選挙が始まる、仕事休めないじゃないですか、子育ての人も春休み中で休めないじゃないですか、
そんな中選挙やらなきゃいけなくなったんだ。ポスターあれ頼むのも大変。今皆さん持ってるチラシ見てください。シール貼ってあります。それで、ね、16,000枚を人も一人一人わずかな時間作ってくれて、みんな貼ってくれたんですよ。そう支えてくれなかったらそのチラシ配れないんです。無駄だと思いませんか。こんなに忙しいのに、みんな忙しいんですよ。その忙しい世代、いろいろな地域課題や悩みを抱えている、そんな状況下でこんな大変なことをしなければいけない。政治や行政が、そして選挙が遠くなる、当たり前じゃないですか。誰がやりたいと思いますか。子育て世代はお子さんがいて、そしてお孫さんがいらっしゃるおじいちゃんおばあちゃんもここにいらっしゃると思います。皆さん、お子さんにはかっこいい背中、かっこいい背中を見せて見本にならなければならない。日常生活に密着している政治というもの、それが私たちの議員というものが、もっと子供に憧れてもらえる、夢を持ってもらえる仕事にしなければならない。親御さんがお子さんたちの未来のために自分で取り組むことを形にしていくために、お父さんお母さんは政治に関わらなければいけない。だから忙しい、この忙しいその世代が自分のわずかな時間を使って政治を変えられるということを証明しなければいけないんです。本当にここに立てることは皆さんのおかげです。この声をちゃんと県政に届けなければならない。私負けるわけにいかないんですよ。あとね、ギリギリで勝つわけにもいかないんですよ。なんでかって、保守系無所属、政党や組織の支援をもらわないで、市民の小さな小さな力であっても、お一人お一人の力が大きな力になって、この政党や組織、それは強いですよ。できることもありますよ。だけどその力よりもお一人お一人の主人公の皆さんの力の方が強いってことを証明しなきゃいけない。ぜひ皆さん力を貸していただけないでしょうか。鎌倉光に、何とぞ皆さんの旅に力を貸してください。どうかどうかよろしくお願いします。